どうもこんにちは。今日なんですけども、ですね、10日後ぐらいに友達とキャンプに行く予定になってます。かなり長い友達なんですけど、初めて今回キャンプに行こうっていう話になって、もう計画は2年前ぐらいからあったんですけど、全然実現してなくて、10日後ぐらいですね、それぐらいに初めて実現するっていうことで、いろいろやりたいことがあるみたいなんですけども、その中でですね、一番やりたいのってやっぱ焚き火だなと思って、なんていうんですか、こう火を囲んでみんなでコーヒーを飲むとか、多分お酒しか飲まないんですけど、でもですね、なんかそういう普段できない遊びをしようっていう趣旨で集まるので、焚き火は欠かせないかなと思ってます。焚き火の薪っていろんなところで売ってるのかな。薪って大体ホームセンターに売ってると思うんですけど、大体一束で600円とかぐらいしちゃうと思うんですね。以前ですね、車でブラブラしてたら結構いいとこ見つけたんで、今日ちょっとそこに行ってみようかなと思います。薪用のね、斧も買うとか言いながら全然買ってないんですけど、薪用の斧も買いたいですね。近々買って、薪用の斧にまたレザークラフトでカバー作ってみるとかっていうのも面白いんじゃないかな。今こう頭の中をレザークラフトが占領しているような状態ですね。しかもね、やっぱり道具揃えましたんでね、ある程度揃えたんで、やらないともったいないというか、やらないと多分奥さんに怒られるんで、お金使ってるんでですね、多分怒られちゃうんで、やるって言ってかなかったのにってなりますよね。多分2、3年前ぐらいもですね、ミニ四駆を買って、俺は日本最速になるんだとかってやってたんですけど、まあ、1ヶ月ぐらいでやめちゃいましたからね。結構難しいですよ、あれ。でうちの一番下のたこ焼きくんはまだちょっとちっちゃいんですけど、まああとそうですね、3、4年もすればそういう遊びもできるのかなと思うと楽しみですね。なんかこう友達とかとそのキャンプ行くっていう話とかで、まあ、やっぱりそういう話になったりとか、まあ、自分自身も思ったりするんですけど、だんだんですね、こう結婚して子供ができてとかってなると、遊ばなくなっちゃうじゃないですか。遊べなくなるっていうのは正しいんだと思うんですけど、まあ、何でも挑戦するような人になりたいなと思いますよね。まあ、何でも挑戦しちゃうからですね、まあ、うちの奥さんとかすごい大変だろうなと思いますけどね。なんかこう、ああこれやってみたいっていう感じで、もうそれこそやりたいと思った日が始める日っていうような人なんで、これがやりたいと思うとですね、もうやらないと気が済まないっていうようなちょっと性格が僕あるんで、なんか毎回あれですね、新しいことを始めるってなると、また始まったみたいな感じかもしれないですね。さあちょっとですね、ホームセンターにまずは来ました。ホームセンターで大体どれぐらいかっていうのをですね、ちょっと見てみたいなと思って、ちょっとホームセンターに来ました。すごい細い薪、まあ、燃えやすそうではあるんですけど、細い薪が、398円、太い薪が一束で598円と、まあ、大体600円と400円ぐらい。キャンプとかで薪を使うってなると、さっきの高い方の薪、600円ぐらいの薪を使うようになると思うんで、やっぱり結構いい値段がするなっていう。でこれから行くところは大体半額ぐらいで買えるところです。半額ぐらいで買えるところって言ってもですね、まだそこで買ったことがないんで、まあまあちょっと動画を撮るついでに行ってみようかなと思って今回行っています。この辺はね、結構田舎の入り口みたいな感じなんで、まあうちも田舎なんですけどね、こっち側来るの結構好きなんですよね。川が綺麗なんですよ、この辺は。さあじゃあちょっと行ってみましょう。どうでしょう、だいぶ安いですよね。こっちが200円でこっちが250円、さっきホームセンターだと倍ぐらいしましたよね。今回はこの2つ500円、500円をここに、じゃあここに500円、
じゃあとりあえずこれを買って帰ろうと思います。薪ストーブだったらこれ一玉ぐらいでどれぐらい持つんですか？1時間ぐらいしか持たないですか？やっぱもっと持つかな、まあ、けど古いタイプやっぱり5個ぐらいとか。あ、そんな使うんですね。これなんか交渉すればいっぱい買ったら安くなりそうですけどね。あ、ほんまっすか。はい、ということでですね、薪を無事買うことができました。ちょうどですね、偶然他のお客さんもいて、なんかその方は自転車乗ってたんですけど、広島の方からなんか自転車でこうなんかサイクリングしてたみたいですね。でサイクリングしてて薪ストーブが家にあるそうで、やっぱりホームセンターで買ったら高いんで、今のところを偶然発見して、ちょっと電話番号も書いてあったんで、たくさん欲しいんだけどっていう交渉してみるっていうような話をしてました。まあなんかあれですね、今日薪を買いに外に出てみて、知らない人と話して、薪ストーブは一束で1時間ぐらいしか持たないっていう知識もついたんで、なかなかいい買い物だったんじゃないでしょうか。さあということで、またレザークラフトもどんどんやっていきたいですよね。でレザークラフトに関してはまずはニトリのスキレットのカバー、これを作って、でそれとですね、今僕シングルバーナーを使ってますけども、そのカセットボンベにつける革カバー、こういうのもねいいかなと思って作ってみようかなと考えてます。あ、さっきのおじさんが通り過ぎた。ランタンの革カバーをつけてる人って結構いるじゃないですか。でまあ、それもですね、今度作りたいなと思ってるんですけども、カセットボンベのガスの方が多分構造上作りやすいんだと思うんで、直線が多いじゃないですか。直線が多いんで、こう直線の線を引く練習、目打ちをする練習、あと縫っていく練習、この辺のいい練習になるんじゃないかなと思って、それも作ってみようかなと思ってます。まあそしたらですね、多分革が足りなくなってきちゃうんで、また先日行った高田さんに行かないといけなくなるんですけども、昨日か一昨日ぐらいにですね、弟と話してて、いや多分今週中くらいにもう一回行っちゃうんじゃないのみたいな話をされてたんですけど、まあ行っちゃうんでしょうね多分。まあ行っちゃうんでしょうけど、その時にはですね、まあ弟も道連れにして結構距離があるんでですね、一緒に行こうやっていう感じで誘って、で弟にも何か買わせると、でレザークラフトを始めさせて、いつの間にかレザークラフトやってるっていうような状況にしてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。でまあまあこれ先々の話ですよ、先々の話なんですけど、レザークラフトがうまく作れるようになって、人にしっかり見せられるレベルというか、なんかそういう風になればですね、なんかこう上手に作れたものを、まあ、プレゼントするというか、そういうこともですね、やっていきたいなとちょっと考えてます。ちょっと先の話ですけどね、レザークラフトもっといっぱいやんないと多分上手にならないでしょうし、昨日のね、スキレットカバーもまあ個人的にはですよ、個人的にはまあまあできたんじゃないかなって感じはするんですけど、でもね、やっぱり見る人から見るとまだまだっていうか、もう初心者、ああ初心者だなっていう感じだと思うんで、そういうのが取れたらですね、なんかこうプレゼントみたいなこともできればなと思ってます。ということで今回は薪を買ってみるでした。じゃあまた次回に。